こんにちは。今回は Facebook のアートグループアートの翼合同展の設営の日にいらっしゃった一部のメンバーの作品紹介をご紹介いたします。他に全体を撮影した動画もありますので、そちらも合わせてご覧ください。室井英良と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。魔女、まあ、ハロウィンの時期が来て、で魔女の絵を描こうかなと思ってたんですけど、あの魔女と黒猫っていつも一緒にいるなっていうところから発想のもとで、それであの猫の体と魔女の体を一体化させたというちょっと遊び心の絵です。それであとはあの、まあ、後付けになっちゃったんだけど、あのオズの魔法使いであのドロシーがあのこう嵐で飛ばされた先にあの北の魔女があそこに行けばいいよって道を教えてあげる。でこの南の魔女があなたの帰るべきお家はこっちよって教えてあげるという、そのなんかこう、方向、あの行く道、帰る道を教えてくれる魔女という設定で描きました。で後日真ん中にドロシーを描こうかなと思っております。どうもありがとうございます。柏田新井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の作品は、埼玉県の小川町、あと、東、秩父村というところがありまして、そこがあの和紙の一応原産地になってまして、そうですね、それを使った、和紙あかりになります。で、当初はこの上のこれ一応ハスをかたどった、イメージで、作ったんですけども、当初はあの上の方だけで下に置いたんですが、ちょっとボリュームがなかったんで、ちょっと遊び心で下にちょっとお人形さんを置いて冠みたいにして、なんかパリコレかなんかに出てきそうな、そんなイメージでして、ちょっと、まあ、皆さんから結構好評いただきまして、今回あの前はあの紙の毛なかったんですけども、これがあの和紙の原材料になります楮という繊維になります。でこれは構造の棒の一番上の黒皮という部分がありまして、で中の芯棒とその間に白皮というのがあります。でその白皮が剥ぐんですけども、まず熱湯で蒸して、その後に、熱湯でグラグラ煮て、でその後冷却して皮を剥きます。でその時にその、芯棒と、黒皮の間にある白皮という部分がこの繊維になります。でその繊維が濡れているうちにこう引っ張ってこう、裂いていきますと、こういうレース状の、ものができます。面白いのでこのレースに開いたもので、これと同じ形のものを作って、先週まで銀座の方で出しておりました。和紙を、一応、ね、日本の伝統文化ですので、皆さんに広く知っていただきたいなと思いまして、この作品に しました。以上です。あ、近藤陽子です。でこれ和紙ってそちらで新井さんも言ってたんですけど、私もそこで買い求めて、普通の版画の用紙だとちょっと趣が出ないんで、ちょっと日本人だし和紙だなと感じて挑戦してみた作品で、ちょっと気に入ったんでこれを、他もいろいろな紙で刷ったんですけど、版画の用紙でやっぱり気に入らないからこれが一番良かったかなと思いまして、時間を置いて、その後最後にこの紫とかを入れた薄い水彩を入れて、あとちょっと緑も少し青緑みたいなのを入れて、あ、空が好きなんで一応空のイメージで入れました。まあ、見ての通りの水彩画で、まあ、見よう見まねで描いておりまして、大体こんなこれぐらいのしか描いてないんですけど、あの大きさがこれぐらいのということで、無理くりよと思って一人に前ということで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、はじめましての方もいらっしゃると思うので覚えてみます。私、茨城県の稲敷市から来ています、松田古風と申します。書道と天国を学んでおりまして、最近は書道だけじゃなくてアート関係の方からオファーをいただくことが多くて、今回もあの声かけいただいて、出させていただきました。これは、この赤い部分はもうすべて天国、石に彫っています、石に彫って押していますけども、まあ、通常天国って言いますと文字が下で結構天書体とかを押して完成みたいなのが多いんですけど、まあ、それだけじゃなくて天国の魅力をいろいろ伝えたくてこういうような感じでやっています。今回出したのは、私が小さい頃にですね、親戚とかが集まって茨城だけのようなんですけど、ならせ餅ということがありまして、餅をついて、
木の枝に刺してこう鳴らすっていう鳴らせ餅っていう風習がありまして、その頃のこう懐かしい風景をですね、自分なりにこう回想して読んでみました。まあ、書もやってるもんですから、内容に合わせて書もこうなんか古文ビナリオもちょっとやってみたんですが、まあ、木はですね、私茨城県、霞ヶ浦のすぐ近くに住んでまして、その流木として拾ったもの、これを、約1年乾燥させまして、それでこう施したものです。まあ、ちょっとゴミになるようなものもこう再生したいなという気持ちがやっぱり強くてですね、まあ、今回こういう形でやりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。説明は、今年は普通夏が長かったから、秋はいつ来るんだろうっていうのをちょうど浮かんで、ちょっと格好つけて英語にしたんですけど、訳すと待ち遠しかった秋っていうテーマで、で中はこれ饅頭揚げなんですけど、これを写真で撮って、でちょっとフォトショップで加工して、で周りも全部山とかそういうもので、これ全部デジタルで抽象っぽいのを4枚ぐらい書いて、それを切り取って、ちょっと貼り合わせたって感じで、でこの周りは普通にアクリルでバーって模様をつけて、あとティッシュでちょっとジョンジョンって感じでやって、で秋だから長女とトンボがいいかななんて思ったりなんかして、で最初 A4 だとちっちゃいっていうのをある方に言われて、なかなか勉強になりまして、で今回は A3 にしたかったんですけど、構成がミスしちゃってもっと大きくなっちゃって A2 になっちゃって、自分ではびっくりするんですけど、ああなるほどねと、やっぱり大きいのっていいなと思ったので、これからは頑張って A2 で行っていきたいと思います。いつもありがとうございます。藤本です。葛飾区の柴又明でした。寅さんじゃないですか。はい、本当に、まあ、今回2点出させていただいたんですけれども、まあ、見ての通り私の絵は基本的にブルー系が多くてですね、こういうこう、まあ、これなんかはもうブルーでブルーと白だけで描いてありますね。でこっちも基調としてはもうブルーということで、今回は海外 のフランスのモン・サン・ミシェルとギリシャのサンドリーニというところの絵を出させていただいたんですけども、まあ、以前は海外旅行が好きでですね、僕はあちこち行ったんですが、まあ、ここもう10年ぐらいは、まあ、家庭の事情もいろいろあって行けない状況がありましてですね、今はずっと、まあ、行けてないということで、まあ、本当はこう写真撮って描いてるんです、これはね。写真を撮ってきて、昼間の写真をこういうブルーにあえて描いて、まあ、色としてはプルシャンブルーっていうのが濃い色が出せるので、暗い色まで出せるので、それと白を混ぜて描いてるという状況ですね。あと全体的には海の絵が非常に多いです。もう私はもう描くと海を描きたいっていうのがあってですね、なるべく海の絵と、あとは海の絵じゃなければ富士山の絵という、状況で描いておりまして、まあ、富士山も僕は3年半単身赴任で、川口湖のところに住んでましたので、そういうこともあってですね、富士山の絵も非常に多いですね。で写真的な絵が私が好きなので、もう描いてて もう本当に写真そのものになりたいぐらいに、そういう感じで意識して描いてるというのが私の絵ですね。これは無線があっていまして、初めて聞いた人もいると思うんですけども、よく言う切り絵ですね。で線画というのはうちの教会で、普通はなんていうんですか、貼り絵とかそういうのも切り絵って言ってる場合が多いんで、線画というような名前を作りました。でこれはカッターナイフで黒い和紙をですね、ちょっと市販されてないうちの教会で発注してる黒い和紙を二度染めした和紙で切ってます、まあ、これ夜景なんですよ。駅の向こう側のねビルですね。で夜景を始めて20年ぐらい経つんですけども、まあ、最近コロナで全然写真も撮りに行ってなかったんですけど、たまたまアートの翼打ち合わせ来てちょこっと行って、それを写真撮って で、あと今教室も今7箇所やってまして、でなんか最近では皆さんではね、切り絵もね、下絵の教えてくれない先生が多いらしいんですね。で僕のところに巻いたとこをやめて、僕のところに生徒がね結構最近増えてきてる状態です。何々いつのところですね。
ありがとうございます。このベネチアの景色なんですが、原画はみんなこちら油絵で、あの P の100号、パステル画で、F の100号ですね、原画は。それをあのしばらくぶりであのパステルで描きました。最初はあの絵始まった頃は49歳で会社辞めて、あの絵描きたくなって、あの10日ぐらい絵の仲間15人ぐらいでイタリア旅行を10日間ぐらいやってきまして、最初の時あの会社の同僚に、あの絵をやるなら日展に入選するぐらいのあれじゃなくちゃとか言われて、 4年あの日展に出したんですけど、あのもちろん落選で、いつもで、あの5年目に一水回転にこれ出したら 初出品で初入選したんです。でこの100号の絵は私の母校水戸商業高校の正面玄関に、あの100号の絵が、油絵が飾ってあります。原画はね、それ久しぶりにパステルで描いてみたんです。でこっちはあの日曜展の会員になって、あの最初のこっちはパステル画で100号を出したんですけどね、入選して8年ほどあの日曜展に会員でいたんですけど、以上です。よろしくお願いします。こんにちは、月柄と申します。画工が明華と申します。私はあのイラストをやっておりまして、ここ十数年あのデジタルばっかりだったんですけれど、あのそればっかりではいけないと思いまして、10年ぐらい前からあの手書きの水墨もあの勉強しておりまして、これはあの国際墨画会展というのにあの出品した作品です。こちらの方は弁慶と義経で、実際には この大きさになっております。これはそしたらもう一回書き直されてるんですね。実はこれはあの、プリントプリン、あのデジタルプリントで国先生にあの、プリントしていただきました。娘の飼っている猫があの何か日本の猫と性格が違うので、どんなところに住んでるのかなと思っておりましたら、あのノルウェーの猫だったんですね。それできっといなそっちのふるさとはどんなところかなと思いまして、あの森の中であの楽しく暮らしているっていうところをあの描いてみました。次のために描いておりますのが砂猫というあのアフリカのサバンナの可愛い猫です。猫をテーマにしているというのは、あの2月22日にゃんにゃんにゃん猫の日という日があるんですけれど、その時にあの去年からあの六本木で猫アートマーケットというあの猫の絵がみんなに買っていただけるようなあのアート展を、絵画ばかりではなく アニメとか造形作家とか、アクセサリーとかあったんですけれど、あの猫作家の方80名いろいろな方があの参加する展覧会を主催しております。そちらの方もあの猫にご興味のある方がいらっしゃいましたら、あのぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。状態であの題名を出さないといけなくって、あ元ある作品もし間に合わなかったら出そうっていうのが1個あったんです。で間に合えば書いてしまおうというので題だけ出したので、無理やり天使な感じに仕上げてきました。なんとか間に合ったって感じだったんです。で、あの水彩の三原色が基本なんですけど、ただオーロラブルーだけ出ないのでそれだけ渡してます。あの地域の公民館とかでおばあちゃんたちに絵を教えているので、一生懸命毎日自分が練習をしてあの伝える努力を頑張っています。以上です。ありがとうございました。大阪からで、大阪からすいません、あの佐野カオル、佐野カオルと申します。実はあのフェイスブックでカオル会というグループがありまして、全世界で370何人から入ってる。で、まあ、僕はあの佐野カオルというニックネームにつけてもらってるんですけど、で僕はあの実は雑食で何でもやりたがるんですよね。で、あの元々はあの私飲食店やってまして、で箸袋にあの花の絵をはがきサイズで描いて、でそれを、まあ、箸袋だからこれくらいですけどね、あの入れて、で、まあ、もっぱらそれを趣味にずっとやってたんですけど、趣味が高じてお店の2階にギャラリーを始めたんです。
でそこで出会ったのが大高さんだとか野村さんだとか、それから陽子ちゃんだとかね、出口さん、いろんな方と、藤本さんだとか、いろんな方とお目にかかって、で実は何でもやる雑食っていうのは、これパステルを始めた動機は、大高さんがうちの2階で展覧会をやった時にお嬢さんがパステル画を出展してたんですね。でこれ何言ってた、パステル画どうやってやるのって言ったら、ソフトパステルをこうやって指でこうやってこうなぞるんでっていうことで、実は大高さんに教えていただいたんです。ゴムハンガーをやったり、もう何でもありでやるんで、僕は何でもチャレンジするということで、自称チャレンジャー85佐野顔という書き出しでいつも投稿してるんです。はい、まあ最近は篆刻をやったり、もう何しろ何でも食らいつく雑食、1938年生まれの虎年で今85のじじいでございます。まあいろいろそんなことで皆さんに教わりながらいろんなことをやってます。何でもありの参加です。どうぞよろしくお願いします。はい、埼玉県久喜市から来ました木村と申します。今回2点の出品でして、こちらの猫たちは、前に飼ってたうちの猫を飼いきました、結構私せっかちでですね、早書きするの得意でして、こちらは大体3時間ぐらいで完成、まあ、書いたその日に完成しています。でこちらのマイルームっていうのは20時間ぐらいですね。2時間と3時間そうですね、まあ、こちらもその日のうちに作っていつけるのが額に入れちゃって出しております。ではこちらはですね、マイルームって言いまして、自分の部屋です。これ結構アメリカンな雑貨を集めておりまして、すごい部屋にですね、まあ、こういったアメリカンの看板とか、まあ、この酔っ払いの塔の人形とか、まあ、これは昔の丸の内線ですね、これ武器のおもちゃなんですが、そういったのを部屋に飾ってまして、それを描きました。線はこれ 0.38 ミリのボールペンですね。はい、ちょっとこの黒いところは横着してマジックとか描いちゃってるんですけども、それでまあ描いております。まあ、趣味結構持ってまして、まあ、私も生まれ大阪なんですが、まあ、たまたま時々大阪に出るんですけども、これも自分で手書きで描いた T シャツなんです。すごい、明治時代の教科書に載ってる差し色ですね。白い T シャツ書いたやつで、T シャツとかは結構300枚ぐらい手書きで書いて自宅に保存してあります。アマゾンマーケットプレイスで出されるもん。売れる、はい、ということで、まあ、つたない作品なんですが、今後ともよろしくお願いします。これ一応全部こういう筆ペンで筆まで全部書いてます。筆ペン、習字の紙に筆ペンで書いてます。で習字の紙って動作って引いてあるので、裏から返すとにじむんですよ。でにじむように全部書いてます。それを、スキャナーして、一応日本デジタルアート協会の代表をやってるんですけど、デジタルで全部これ作ってます。でこれ触ってもらったらわかんない、これ、布地なんです。布地にプリントアウトしてます。ただ、どんな紙でも今動作さえ引いてあればプリントアウトできるのと、最近新しいやつは UV プリンターってやつはこういうところでも印刷できます。でそれっていうのは印刷する間に UV だから光を当てるわけで、もうすぐに凝固させるっていうようなプリンターがあったんですけど、それは大きさはもう決まってて、2メーターの3メーターまでプリントができるやつがあるんですけども、これは、うち持ってるやつ1メーターぐらいでロールなんで30メーターまでやろうと思えば一人で全部できる。それぐらいのプリンターありますで、今はちょっとデジタルアートを普及させようと思って何人か参加してもらってるんですけども、できれば皆さんも頑張ってデジタルをやってもらえばありがたいです。でよろしくお願いします。小野口和夫と申します。さんお久しぶりです。この絵はですね、11年前 の、 東日本震災の時にから描き始めた最初の絵回りなんです。だからその時はちょっとね、私も勢いがあって結構ダイナミックに描いてますけど、今はちょっとねまた違った形になってますけど、はい、で一応タイトル、今年あまりにも暑かったので猛暑ということでタイトルはそうさせていただきました。
そんなわけで、あのよろしくお願いします。アートウッドワーさんの管理人をやらせてもらってるお宅です。でこれ私がここにねやれる展示会っていうのは皆様全員があの協力してくれて助けてくれてるってことを本当に思って感じています。本当に毎回ねありがとうございます、ね、でなんか懐かしい1年ね1年去年あって今年もあってみたいな1年に一度の再会みたいなんですけれども、なんか会えてよかったなって思ってます。それはやはりそのコロナ3年経って結構亡くなった人とかもいらっしゃって、で、まあ、自分もちょっと体がね弱いんでちょっとまあめげずに頑張ろうっていう感じは元気でやってるんですけど、なかなかこう戦争の話とかね、あのまだコロナで亡くなった人とか、知らなかったみたいな、そんな気持ちの中で私はあの、まあ、亡くなった人に花をあの渡すっていうわけではないんですけれども、なんかこう悲しみって少しずつ少しずつ消えてくると思うんですよ。だからそんな気持ちを全部含めた作品を一つ作りました。でもう一つはさっき言った戦争とか人がこう争ったりとか、あの天災とかそういういろんなことがこうなんていうのかな、混ざり合ってなんかなんとかいい方向に流れてくれたらなっていって流れるっていう作品を作りました。展示会で皆さん本当にあの協力してくれないと成り立たないんで、本当に本当に本当に皆さん、ね、皆さん名前言えないのが大変ですけれども、本当ありがとうと思ってる、よろしくお願いいたします。おー、何すごい、矢崎です。今日は混ぜていただいてありがとうございます。あの室井さんにもご質問いただきましたけど、これあのベランダで干しといて紙をで風雨にさらされてここ雨水が流れているという、でそれからむしろ逆に発想して書いている。で僕はこのテーマが想像の落書きっていうやつなんですけど、何が想像かというと、ここの中に書いてあるのと外に書いてあるのは実は違う世界で、こっちは左から右に絵がついてるんですけど、こっちは右から左に。でこっちは、まあ、キーウで、まあ、こう戦争があって、実はこっちは日本でこう YouTube でこれをそれを見てる。だけどその煙っていうのはつながってて、あるところが危ないと他のところも危ないっていうんで、こう藁の鳩というそういう作品なんですね。お、はい、よろしくお願いいたします、はい、すごい上手、素晴らしい。美穂です。ああのすみません、最初にちょっと一つお言っておくんですが、私実はあんまり耳の聞こえ良くなくて、あの右も左もだから、あのご迷惑かけるかもしれないけど、そこのところはあのよろしくお願いします。一応ここはペン画だけなんですけど、こういうちょっと周りの暗いところはちょっと今回鉛筆使っちゃいました。着物を着てあの画を飛ばしたんですけど、あの正直着物に関しても画に関しても知識的にはもう全く付き合い場なので、今回この画を描くにあたって、あの小学校の時に母に買ってもらったあの昆虫図鑑がすごく役に立って、まあ、何十年ぶりかで日の目を 見たりとかしてます。もともとずっとこういう感じのペン画を描いたんですけど、まあ、ここ数年あのペン画とは関係なくちょっとあのプロレスにハマってしまって、はい、であの月に1回とか2回水道橋をうろついております。あの後楽園ホール界隈をなんかこうはかんなげな女性を描くつもりが首がなんか太くなっちゃったり肩幅が抜きになったりそっちの方がちょっと悩みになってきて、であのフェイスブックはあんまりそっちの方面の絵を描いたんですけど、なんか、まあ、プロレスのファンアートなんかの方が結構今メインに描いちゃってて、でそれはまあ X、ツイッター、元ツイッターとかにガンガン投稿して、でもなんかそっちばっかになっちゃって、まあ、こっちの方がちょっとおざなりになっちゃって、それはまずいなと思って、まあ、今も、まあ、細々頑張って描いてます。でこういう絵を描いてますが、今後ともよろしくお願いします。上水穂と申します。よろしくお願いします。私は13年ぐらいあの切り絵ですね、それをずっとやってまして、でコロナになった頃にもっとこう自分の内面を表現できるようなものを作りたいなということで、じゃあ抽象画現代アートをやってみようということで始めたんですね。でこれはあの、まあ、皆さんご存知のポーリングアートとかフルイドアートとかって言われて、絵の具にあのメディウムを混ぜると絵の具同士が混ざらないんで、それをたあの垂らしてこう動かしたりしてこう模様を作るんですね。で絵画でも非常にこう結構やってる作家さんいらっしゃるんですけど、みんなあの平面のところでやってるんで、僕はできるだけ人と同じことをやりたくないんで、それを立体も含めて、
やろうとして、まあ、こういうのを手がけました。で、その内面を表すということで、まあ、基本的にはもう人間を主体としたテーマで作品を作ってるわけですね。であとまあ僕は常々思うんですけど、自宅でこういう作品を 作ります。でそこで完成ではなくて、僕の作品が私の手元を離れてこういうところに展示された時に、このアートが勝手に僕の気持ちを語ってくれると思ってるんですね。そしてまあそれぞれご覧になった皆さんが感じて思って考えていただく、まあ、タイトルは入れないようにしてるんですね。で、そしてご覧いただいた皆さんがこの作品と対話していただいて初めて完成だと僕は思ってるんです。で、まあ、見ていただいたそれぞれの方がそれぞれの人生の幅があるんですけど、その幅をまあ僕のアートが広げることに少しでも影響を与えることができたら、まあ、こんな素晴らしいことはないなというふうに思っています。今後ともよろしくお願いします。この日お話しいたしましたのはほんの一部の作家の皆さんです。その他にも国内各地海外からもこだわりのある皆様が出展されておりました。アートの翼は日頃絵を描いている人ならどなたでも参加できる Facebook 上のグループです。ご興味ございましたら検索してぜひいらしてくださいね。このチャンネルはスタッフの水墨画を出品しました私のチャンネルです。アート情報やお絵かきを配信しております。よかったらチャンネル登録をしてまた次をご覧ください。それではごめんください。